ダラスバイヤーズクラブは2013年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はジャン・マルク・バレ、出演はマシューマ・コノヒー、ジャレット・レト、ジェニファー・ガーナー、スティーブ・ザーンなど。1992年にダラス・モーニング・ニュースの記事で取り上げられたロン・ウッド・ルーフの実話が元となっている。1985年ダラス、電気技師でロデオ・カウ・ボーイのロン・ウッド・ルーフは エイズで余命30日と医師に宣告される。当時まだエイズは、ゲイ特有の病気だと、一般的には思い込まれており、無類の女好きであるロンは診断結果を信じようと、しなかったが、詳しく調べるうち、異性との性交渉でも感染することを知る。しかし、友人や同僚たちにうとんじられ、徐々に居場所を失ってゆく。治療薬の AZT は、 当時臨床試験が開始されたばかりだった。AZT の存在を知ったロンは、主治医のイブサックスに処方してくれと迫るが、イブは藁にもすがりたい患者の思いを知りつつも、安全性が確認されていない薬を処方することはできないと突っぱねる。その知見に協力していたのが、トランスジェンダーのレイヨンだった。ロンはアメリカでは、エイズの認可治療薬が少ないことを知り、 効果の高い未承認の治療薬を求めて国外へ向かう。世界各地で治療薬を入手したロンは、レイオンと共に未承認治療薬を国内で裁く、ダラスバイアーズクラブを立ち上げる。括弧内は日本語吹き替え主要撮影は2012年半ばに、ルイジアナ州ニューオーリンズで始まった。2012年11月、本作が映画デビューとなる、ブラッドフォード・コックスが、 ジャレット・レトの恋ビット役を務めることが発表された。ジャレット・レトはトランスジェンダーのレイヨンを演じた。役作りのために、レトは30ポンド、マコノヒーは38ポンド減量した。1本目の予告編は2013年8月27日に公開された。プレミア上映は2013年9月に第38回トロント国際映画祭で行われた。 アメリカ合衆国では2013年11月1日より劇場公開が始まった。ロッテントマトズでは228件のレビューで支持率は93%となっている。メタクレティックでは38件のレビューで過重平均値は84、100となっている。ありがとうございます。